はいどうも、モバイル l e c o m t v チェーンオンとつばきです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回なんですけれども、シャープの最新超低価格エントリー 5G スマホ、アクオスウィッシュをレビューしていきたいと思います。<ー>はぁ、あ、また買っちゃった。はい、えー。というわけでですね、はい、早速入っていきたいと思います。<laughs> これいう話聞いてますからね。いいですね。はい。はい、<laughs> はい、ディスプレイサイズは5.7インチの液晶ディスプレイ搭載、CPU にはスナップドラゴン 4805G っていうのを搭載しています。うん、カメラはシングルカメラ搭載、IP67 防水、 防塵対衝撃にも対応したモデルとなっております嬉しいねはい、えー、価格は au 版が26,180円税込みとかなりね低価格で購入できる一台です <laughs> じゃあそのね実力はっていうところでこの動画では動作やカメラ性能あとはスピーカーバッテリー持ちなんかもしっかりチェックしていきたいと思いますどうぞ最後までお付き合いください、はいえー、それではね早速ご紹介していこうと思うんですけれどもはい付属品はちなみにクイックスタートガイドとクイックスイッチアダプターのこの2つだけです <laughs> AC アダプターだったりとか、充電ケーブルが付属していない、ケースとか保護フィルムも、あのー、用意されておりませんので、事前に準備しておく必要があります。はい。ちょっと物足りない感ありますね、まあ、やっぱり。まあそうですね。まあ価格も安いんですけど、まあちょっとね、まあいつも通りといえばいつも通りですね。そうですね。はい。 それでは早速本体デザインをチェックしていきたいと思います、はいはい、アクオスウィッシュの背面デザインはこんな感じですシンプルだね,ね本当にシンプルで素朴な、うん、デザインになっております、ねはい、で背面素材なんですけれどもなんと今回あの再生プラスチック素材を採用してるみたいで <laughs>、はい、あの環境に配慮したサラサラ系ですね、はい、でマットな仕上がりでそう触り心地もサラサラしてるなんかねザラザラ感に近いサラサラみたいな感じです、うん、僕は、ね、結構触り 今回は側面から背面まで継ぎ目のないデザインを採用しておりまして、まあ、この辺統一感が出ていて僕は結構好きでした。 えカラーについては今レビューしてるのがアイボリーというカラーなんですけどそれ以外にオリーブグリーンチャコールの3色展開となっております、はいまあ、今回はね僕アイボリー一択だろうって思って買ったんですけどどうです椿さんそうだねちょっと全体的に暗いかなと思うけど <laughs> ラインナップがねなんかねまあ確かにあの画像で見たのとはちょっとイメージ違ったけどまあ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 、まあ、まあでもね一回ね実機見て色は選んでいった方がいいかなって思いますちなみに左上にシングルカメラ搭載 で中央付近にフェリカマークアクオスロゴその下にシャープと刻まれております。はいちょっと とチープな感じしますよまそう,す、ね、うなんでしょうこんなもん、まあ、価格が価格なんでうん難しいなこれはかわい,いとチープ感の間もう本当にね <laughs> ギリギリ追いつける感じだね、うん、だから本当に人によって多分これ好きな人は好きだしうんそうだねそう好みが分かれる気がしてますぜひね一回見てもらえるといいかなって思いますはい、えー、側面ちょっとじゃ先にチェックしておきましょうかね、えー、まずは側面右側なんですけれども上から音量ボタン Google アシスタントキー電源ボタン指紋に 認証センサーを備えてます。これね。はい、これです。電源ボタンの下に指紋認証センサーがあるんですよね。新しい。新しいです。で、これあのちょっと後ほど指紋認証のテストのところで触れたいんですけれども、はい、はい、あの僕はね、ちょっとあのなんか位置が微妙だなって。そんな感じはしますね。はい、思ってます。はい。はい ちょっと加工が特殊で、まあ凹凸があるというか、内側に凸ってるというか。うーん。そう。あの、持った時にね、指が引っかかるような感じになってるので。怒ったね。はいはい。あの、グリップ感が増して、僕、それはね、かなり好きでした。うんうん、で、左側は上部にシムトレイが備わっています。で、えー、下部なんですけれども、マイク、t y p e C コネクタ、スピーカーを搭載してます。うん、スピーカーはいつも通りモノラルでございます。うんはい、音については後ほどチェックしていきます。えー、上部についてはマイクとイヤホンジャック備えてます。イヤホンジャック備えてる のいいですよねそれじゃあ続いて前面ですねはい全面ディスプレイですちょっと暗いそうあのね気持ち暗めただあの環境とかによっても変わるんですけどまあ屋内だったらそれほど気にならないんですがこうやってね今あの光がディスプレイに当たってる時っていうのはちょっと暗く感じます、うん、そうだね、はい、でちょっと使いにくいなって思ったのはあの出先で直射日光か、うん、やっぱり反射しちゃってなんかちょっと見にくい 面さを感じましたね。ここが、あの、僕もちょっと惜しいって思ってます。で、ディスプレイサイズは5.7インチの液晶ディスプレイを採用。解像度は HD プラスです。で、フラットなディスプレイを採用しておりまして、HD ディスプレイと違ってね、まあ、あの、操作は僕はしやすいのかなって思います。ちなみに、リフレッシュレートは 60Hz 駆動となっております。え、上部に水滴型のチを採用。え、ベゼルはね、気持ちちょっと太めなんですけど、下部ちょっと見てほしいんですが、下部がね、上部よりもさらに太くなってるので、ここが僕はちょっと気にな、うん になりました。そっか。はい、まあエントリーモデルはちょっとありがちなんですけど、カブベゼルが太めですね。はい、まあこの辺は好みかなって思いますね。なんかね、すごい持ってていいなと思う軽さ。うん、おお、じゃ椿さんには合ってるって感じですね。一応重さは162グラムです。 そう、はい、なんだでバッテリーよりは 3730mAh なんで、まあ、めちゃくちゃ軽いかって言われるとそうではないんですけどへ、うん、えー、そうなんだねそうそうで,まあでも最近のスマホにしては 162g だったら十分軽いんですけどちなみにアクオスセンス6が 4570mAh バッテリー搭載で 156g なんですね<あ>実はアクオスイッシュの方がちょっと重いんですけどまあなんかでも軽く感じるよね素材感かなかもしんないですねなんか手にフィット感というか馴染みがあるんでまあ うん、その辺も含めトータル、まあ、軽さを感じるっていう仕様になってますね。うん それではここからスペックと動作をチェックしていきたいと思います。CPU にはスナップダゴン 4805G を搭載、メモリは 4GB、ストレージ 64GB で、マイクロ SD 最大 1TB まで対応しております。うん、SD カードもしっかり使えるのが魅力的ですよね。で防水防塵については IP67、えー、対衝撃にも対応してます。えー、地味にね、IP68 じゃないんですよね。7なんですね。7なんですよね。なのでコストカットはこういうところでちょっとされてるっていう感じなので、まあとはいえ67だったらまあまあまあ安心 できるのかなって思うんですけど、よりしっかりしたものを求めるなら IP68 のね、アクオスセンス6の方がいいのかなって思います。うんうん、はい、えー、抑え受け手には対応しておりますので、その辺りは安心です。じゃあここから動作をチェックしていきたいと思います。はい。はい、アクオスセンス6とアローズビーも比較検証していきたいと思います。はい。まずは、えー、どっちからいきましょう。アローズビーから比較していこうと思います。はい。左がアクオスウィッシュで、右がアローズビー、はい。はい。はい、アローズビーですね。わかりにくい <laughs> わ。わかりにくいです。 <laughs> ね、ちょっと、ね、なんかりにくいね、はい、で画面の明るさこう見るとちょっとアローズウィーの方が明るいそうん、なんか見やすい感じはするよねるんでこっちの方がねなんかこうやって並べると改めて思いますねはい、はい、スワイプいきますどうでしょうなんかねアクオスウィッシュすごい癖がある気がするんですよねアローズウィーはまあ割と普通な感じ <laughs> ちょっと伝え方が難しいスワイプですまあまあまあちょっといろいろ試してみましょうかねじゃアプリちょっと起動してみましょうかあ そうそれもわかりやすいねなんかね <laughs> アクオスシリーズってねちょっとなんかぬるっとくるんですよ<ー>そう、この辺はだから結構まあ好み分かれるのかなって思いますねあんまりタイトない あでもあ確かにあいじゃ若干ぬるっと感はあるあるかもそうだ忘れてましたあのアローズ Wii なんですけれどもスナップドラゴン 4805G を搭載してます同じです同じ CPU を搭載してますへーあの何かか気持ちいいキビき動くのはアローズ Wii なのかなって思うんですよねそうだねそうだねよかったよかったはいじゃあちょっとアプリ起動してみましょうかねどうでしょうなんかねこれもね これも気持ちあろうずみにも僕はサクサク動いてる気がするんですけどちょっとなんかねアコースウィッシュはもっさりしてるのとなんかねタッチ感度が甘いのか何かねあ確かにタッチはね、うん、なんかさっき思った、うん、私の指紋の問題かなと思ったんだけど <laughs> 思ったあのね僕も使っててちょっと思ったんですよね若干甘い気がしますまあ個体差ももしかしたらあるかもしれないんですけど スクロールもねあのスクロールこれあのアクオスがめちゃくちゃ遅いってわけじゃなくてこれアクオスシリーズ独特な感じですね若干でもねカクカクもしてる気がするんですよねどうですヤフーニュースとか読んでてもね若干カクついてたんですよねそうなんだそうそうアローズウィーの方がなんかスクロールも気持ち滑らかおー確かにでもほんと気持ちなんですけどねもうなんか 触ってみないとなんかわからないかもしれない、うん、そうそうだからこの辺はね実機をちょっとあの触れてみた方がいいかもしれないですね まあ、とはいえね、あの、エントリーモデルって考えると、やっぱ数年前からはだいぶ良くなってる。明らかに。そうだね。そう。あのね、普通に使えるんだよ、これ。<laughs> 昔、あの、なんだろう、うすげえ、もたついてたんで、まあ、その時代のことを考えると、やっぱり、アクオスビッシュも、アローズウィンもしっかり進化してるって感じですね。はい。じゃあ、ちょっとここからは、アクオスセンス6と変えて比較していきたいと思います。はい。 ではアクオスセンス6出してるんですけど保護フィルム貼ってある関係でちょっと画面が暗く見えちゃってますその辺は、うんあのー、ちょっとご了承くださいで、えー、と CPU についてはスナップドラゴン 6905G っていうのを搭載してるので、うん、スナップドラゴン480のアクオスウィッシュよりもさらにいいものを搭載してますな,るほどなのでまあ比べる対象としてはちょっとおかしいんですけど、まあ、一応ねどれくらい違うのかっていうのを確認していきたいと思いますそれでははスワイプ、はい スナップドラゴン480っていうのはスナップドラゴン690とね結構似たようなスコアを出せるんですよねうんまあなので近いといえば近いただあの動作のチェックしていくと気づくんですけどこれあのやっぱりアクオースセンス6の方が快適そうだねうんこれも間違いないと思いますなのでよりあの快適さを求めるのであればアクオースセンス6を買った方がいいしまあそこまではいらないよっていう人はアクオースウィッシュかなって思いますねそれじゃアプリの開閉です アプリの回避一つとってもやっぱりあのサクサク動いてるのはアコースセンスかなとこうやってねちょっとずつスクロールした時にちょっと違いが多分出ると思うんですけどなんかね若干やっぱくっついてるんですよねアコースウィッシュの方が。うーん 引っっかかかてないですかねなんか気持ち、うん、確かに、うんまあ、本当にあのちょっとした差なんですけどこういったね違いがやっぱ出てきてるなっていう印象はありました感度的な問題なのかなって思う時もあるんだけど、うん、ねその辺がねなんか難しいので<え>一応ねあのタッチスクリーンテストっていうアプリがあってあのそれ試した結果はなんかタッチ切れを起こしてる感じは特になかったんですよねな、うん、ので全体的にちょっと重いのかなみたいな感じですねはいちょっとまたあのその辺りは検証を進めていきたいと思います ちなみに、あの、全然補足なんですけど、はいはい。ネットフリックスはアコースウィッシュあの、結構普通に動画快適に見られるんですけど、フールね、僕契約してるじゃないですか。フールの方はね、なんかカクつくんですよね。あ、そうなんだ。そう。なので、ちょっと映像のやつによっても結構その、違うんだね。違いがあります。はい。ね、久しぶりに感じた。なんかちょっとカクついてるなって思って。<ー>比べてみたらやっぱりカクついてて、なぜかフールだけカクついてる。他にもあるかもしれないんですけど、まあ、フール派の人はちょっと注意してほしいなって思います。なるほど。 はい、見過ぎですね。はい、見過ぎですね。はい。<laughs> <laughs> モバイルドットコム。 ちなみにアクオスウィッシュのベンチマークスコアは最大30万8205点出ましたなんだろう30万点を超えててすごいね普通にすごいはい<あ>エントリーですからねはい<う>昔のエントリーってなんだかんだ本当五5万点から10万点とかがまあすご当たり前でやっぱここ数年すごい伸びてきたうんなのでやっぱあのしっかり進化は感じられますはいす昔のエントリーの面影はない少なくともはい、はい、あのなのでぜひね皆さんチェックしてほしいなって思いますでちなみにゲームはこんな感じ UBG モバイルを試してみましたあのさすがにねまあ、めちゃくちゃ快適かって言われるとそうではないんですけど、うんまあ、暇つぶしに遊ぶ程度だったらできる <laughs> はい全くできないわけではないのでまあ、そのあたりどこまで求めたいのかっていう感じですね、うんまあ、あの本当にゲームを勝ちたい勝ち抜きたいっていう人はやっぱりもっといい機種買った方がいいなって思ういい、ね、そうですねそうですねはいそうです、ね、<laughs> はいそうです、はい、ぜひねそのあたりはあの用途に合わせて選んでみてくださいはいでここからですすすねアクオスウィッシュのおすすめ 機能をいくつかちょっとピッックアップししてご紹介します、はい、でまずおすすめ機能って言っといてこれはオフにした方がいいよっていうのをご紹介しますの <laughs> <laughs> で、えー、それ何かっていうとあのアクオストリックっていう設定アプリの中にあるんですけど、うん、その項目から入ってもらってスクロールオートっていう機能がありますはい、はい、でこの機能はオフにしといた方が快適ですあそうなの、はいまあ、自動でねスクロールしてくれるっていう機能なんですけど、うん、これがあることによってちょっとやっぱ重くなること があるんですよねアクオスシリーーズのスマートフォンってハイエンドモデルとかはこれ全然オンで問題ないんですけどミドルレンジモデルぐらいになってくるとちょっと重さを感じるときがあるので<ー>、はい、じゃあエントリーはもっとそうです重くなったので僕はあのオフにしてますこの辺りはもうオンオフしてみてどっちが自分に合ってるかを試しつつ選んだ方がいいかなって思います、はい、でいきなりおすすめ機能とかい っオフにしろっていうのはおかしいかなって思うので <laughs> ぜひねこれからねはいこれからはいいくつかおすすめします、はい、まず一つ目簡単モードっていうのが搭載されてますはいまあ要するにあの簡単に使えるっていう。<laughs> <laughs> そのまんままですね <laughs> はいあのそれ一回オンにしてもらってもいいんですかね、はい、これ一括で全部あの、まあ、簡単モードに移行してくれます、はいおはい、今ホーム画面が変わったと思うんですけどままああのどこに何があるか分かりやすいさすがにねやっぱりエントリースマホっていうこともありましてこれを変われる方はスマホが初めてっていう方も結構いらっしゃると思うのでこういったモードがあるよっていうだけで結構安心できるのかなって僕は思います確かに、はい、電話の123結構好きだよねそう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 ああの初めての スマートフォンでやっぱ結構戸惑うのでそういうボタンがあるとすごく楽だと思うんですよね。うん、ただ、はい、あのある一定のレベルを超えてくると逆にあのこれじゃ物足りないっていうなる瞬間があるじゃないですか。はい、そんな時にアクオスウィッシュだったら普通の画面に戻すこともできるのでうん、うん、まあそういったのも魅力かなって思います。レベルに合わせてオフをし、ね、できるっていうとこですね。はい。うん、続いてはい続いてなんですけれどもインテリジェントチャージはいれこれねあのぜひ。<laughs> あの使う上で知っておいてほしいなって思う機能なんですけど、はい、充電環境を、まあ、うまく調整ができるよっていう話なんですけど例えばさ、うん、あのこの機能をオンにしておくと充電を夜中するじゃないですかあー100%でずっと充電してるわけじゃなくて止めることができたりするんだ、ねうん、そう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 一定のところを超えるとあの本店に直接給電をしてくれるのでバッテリーを痛めない、まあ、バッテリーを痛めないっていうことはより長く使えるっていうことですねう、はいまあ、そういった、ね、あの機能が実は

画面を振る状態からでも指紋認証は可能です。うんうん。若干ねワンテンポ遅い気はするんですけど、まあいい感じ。まあギリギリ許容範囲いいいいギリ、うん本当にギリ。ちょっとその普段持つ場所から指紋認証の位置が下にあるから、そこがちょっとやりにくい感じです、ね、あのね僕の手だとこう握って でちょうどいいところが電源ボタンの位置なんですよねそこら辺にあるといいんだねそうここに指紋認証があれば一番いいんですけど気持ち下なんですよね、うん、なんで僕としては結構 使いづらくてここのねあの指紋認証センサーに合わせて持とうとすると片手操作するときに上に届かなくなるんですよねこう下すぎてね下すぎて電源ボタンのところにあれば、まあ、このままね上もタッチしやすいしうん位置が難しい難しい,、ね、難しいただ側面にあることによって僕はそれはいいと思う画面内指紋認証のねあのアクオスセンス6よりも使いやすいのでうそうそれはいいんだけどもうちょい上みたいな,な <laughs> 惜しい はい。精度については十分。認証スピードについては普通、まあ許容範囲ギリギリかなっていう印象がありました。それでは続いてカメラをチェックしていきたいと思います。アコースウィッシュシングルカメラを搭載しておりまして、1300万画素の標準ですね。うん、で、インカメラは800万画素。はい。カメラ用 i はこんな感じですで。写真、動画、あとは翻訳っていうのと、 フォートレートモードがあります。で、あのー、なんかね、すごくモードは少ないんですけど、実はこれ、あのー、シャープ製の純正のカメラアプリじゃなくって、カメラ Go っていう、あのー、Google が作った、あの、カメラアプリみたいなのを搭載してます。<ー>なので、撮れる感じが実は、ったの、ちょっと違うんですよね。で、その影響か、エントリーなのにそこそこ撮れるみたいな。気になる。はい。 で、もうちょっと詳しくご紹介すると、写真モードだと上部にね、あと何枚撮れるのかっていうのが枚数出てきます。<お>これ結構嬉しいですよね。嬉しい。HDR 撮影も可能なんですけど、えっ、ー、と、手動で、これ自分で切り替えないといけないです。これがちょっとめんどくさい。で、うんうん、もう一個、ナイトモードも搭載されてるんですけど、ナイトモードも手動で切り替えないといけない。自動じゃないね。自動じゃないですね。はい。なんで、オンにしたかったらオンにして、これまたあの、オフにするとき自分で切り替えないといけないっていうね。この押せばさ、オンオフを切り替える ないっていうのはめんどくさいね。そうなんですよ。そうね。ワンタップでね。あのできたらいいんですけど。うんうん、まあ逆に言えば、使い方が難しいよっていう人には、あの毎回説明が出てくれるんで。あまあ、ありがたい部分ではあるのかなって思います。おあ、意外とか。はい。早いでしょ、意外と。で。<laughs> あの、H. D. R. とかをオンにすると、ちょっとね、撮影時間に時間がかかります。ちょっと処理に時間がかかってる感じですかね。<ー>はい。一瞬。 はい,は,いはい、はい、はい。なるほど。まあ、ただ、これをオフにしておくと、まあ、結構、パサパサな時っていうのでね、こうね。うん はい、なんか遅いやつ多いから。そうそう。ね、エントリー系ってね、多いですね。はい。なんで、これぐらいパサパサ撮れてると、パサパサ <laughs> 撮れてると、まあ、使い勝手はいいんじゃないかなって思います。ただ、あの、フォーカスはやっぱりちょっとじんわり合うので、まあ、これがどっちも早かったらすげえ良かったんですけど、まあ、とりあえず使えるカメラ仕様になってるのかなって思います。で、ちなみに動画撮影については、1080p の 30fps での撮影となります。え、手ブレ補正は搭載されてないので注意してください。 それでは早速作例をチェックしていきたいと思います。 はいこちらが標準カメラというかまあシングルカメラで一つしかないんですけど <laughs> はい、はいはい、で撮影したオート撮影ですねはいどうでしょう<ー>なんかパッと見めちゃくちゃ綺麗じゃないですかどうですめちゃくちゃかわかんないけど、はい、普通な感じするなんであのエントリーですからねそうだよね思<う>ったそのちょっと荒いなとかじゃないんだねそうだねなんでスマホで見る程度であれば十分なのかなって思いますはいあの端っことか結構伸ばしてみるとまあ割と荒さが見えてくるんですけどまあそこまでするかっていう話 なんですよよね確かにそう思ったよりも撮れてる意外といいんだねそう意外といいですねやっぱそのなんだろうアコースの純正のカメラアプリじゃなくグーグルのカメラアプリを使ってるってところがポイントだと思うんですけどやっぱちょっとなんか違う感じがしますね。ねでちなみにズームは最大8倍までいけるんですけどズームについてはちょっと厳しい。<laughs> まあギリ数字は見えてるかなって感じですね時計の、うん、はいまあただちょっと厳しいかなってい感じする、ね、そうですねはいで拙者撮影とかはこういう感じで、うん まあ、意外とよくないあの、ね、意外とけてると思う。綺麗な感じしてる色味は実際と比べてどうなのえっとね、ちょっと濃いめですね。おお、そうなんだ。自然そうに見えるけど、若干濃いんだね。うん、あの、若干ですね。まあ、無理はしてないんですけど、若干濃い感じはします。で気になったのは、シーンによって白飛びしやすくってですね、あ<ー>なんかあの背景が思いっきり飛んじゃってると思うんですけど、確かにそうこういうのがちょこちょこあったりするので、まあ、この辺りは価格そうかなって思いました。まあ当 とはいえ、まあ価格の割には取れてるのかなって思います。で、続いて暗所チェックしていきたいと思います。はい。暗所のオート撮影はこちら。<laughs> まああのこの写真見てもらえると、まあさすがにちょっと、うん、なんかあのエントリーかなっていう感じはあると思うんですけど、ナイトモードこちら。うん、ナイトモードはあ,あのね、エントリーモーにしてはすげえよく取れてます。すいね、はい。これすげえよく取れてます。<laughs> すごいね。はい あのね、他の、あの、例えばアローズウィーとかだともう真っ暗なんですよね。うん、なんか、はい、真っ暗が当たり前。そうそうそう。っやっぱエントリーだとどうしてもそうなっちゃうんですけど、こいつはなかなか取れてるな、みたいな。あらー。はい。なんで、あのね、意外とエントリーの中では強いと思う。<白> <laughs> うん。はい。っていう感じですね。びっくりですね。特に暗所。<laughs> <laughs> <laughs> はい、投票としてはまあ、悪くはない。いい,子いうそう。なんか、多分アクオスシリーズがいつも搭載してる。あのシャープのね。純正のカメラアプリじゃないことで逆にいいのが撮れてるみたいなあ,あるんじゃないかなって思いますね。で、ちなみに動画撮影はこんな感じです。1080p の 30fps 手ーブル補正はなしです。テストをしています。マイクのテストマイクのテストどうですかね？音入ってますでしょうか？色味とか。 手ブレはすやっぱあの手ぶれ補正がないのでちょっとブレちゃう感じ、うん、動きながらの撮影にはちょっと向いてないのかなっていう感じと、ね、静止画よりもちょっと。 とその、なんだろう、解像感の粗さを感じるというか、ちょっと白っぽいそう。あの、これは静止画でも見られたんですけど、結構色が飛んじゃうことがやっぱあるんですよね。動画性能についてはちょっといまいちかなっていう感じですね。はい,はい。カメラちょっと使ってきて、いくつか思ったのは、さっきも言った通り、白飛びがしやすいっていうところと、あとね、フォーカスがちょっと遅め。なんかじんわりフォーカスがあっていい感じなんですよね。うんうん、パッと青んじゃなくて、じんわりフォワーンってあってくる。ゆっくり使う感じですね。そう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 。で、ただその代わりに、あの、シャッ ととかは意外早いんですよねなんでまあ悪いところもあればいいところもあるっていうカメラ仕様になってるんですけどまあ撮れる写真については結構いい感じでした意外ですねちょっと意外でしたねこれははい意外とありかもしんないってちょっと思いました是非ね皆さんも一度チェックしてみてくださいそれではアクオースウィッシュのスピーカーをチェックしていきたいと思います、はい、アクオースウィッシュはモノラルスピーカー搭載です、うん、それではね気になる音をチェックしていきたいと思います、はい、<laughs> どうぞ アローズミ。<music> 最後にアコースセンスシックスです。 音どうですかね僕が聞いた限りではあのクリアさがちょっと物足りないのかなって思いますなんかちょっと音がザラザラしてる感じなんですよねシャリシャリ感みたいなで、この点においてはアローズウィーの方が僕は好きなんですけどはい、はい、まああのすげえ大差があるかって言われると、まあ、そうじゃないのかなって思います、うん、で唯一ちょっと気になったのは音の大きさなんですけど今統一して70%で出力をしてるんですがなんかねアクオスウィッシュはちょっと音が小さめ確かに小さめ ね、迫力がない感じというか、この三つの中で、このアロースウィーが一番その。音量というか,強か、ね、強さ、うんね、圧は強いのかなって思いますね。<laughs> あの、ちなみに、アクオスウィッシュ、これ以上音を上げてくると、音割れしてきちゃうので、まあ、あの、ちょっと。 そであのもちろんねアクオスウィッシュとアローズ w e ーよりもアクオスセンス6のがおとおいですまあちょっとやっぱ価格差があるのでねはいなんでこの辺り本当にどこまで求めてるのかで機種を選んでいくのがいいのかなって思いますでちなみにアクオスウィッシュイヤホンジャックも搭載してるので有線イヤホンを挿して使う方とかあとはあのそもそも Bluetooth のワイヤレスイヤホンとかねうん、うん、使われてる方であれば気にしたいと思うので、まあ、自分がどんな使い方を重視してるのかで選んで行ってみてください

それでは続いてバッテリー持ちについてチェックしていきます。バッテリー容量は 3730mAh。ワイヤレス充電とか逆ワイヤレス充電には非対応なので注意をしてください。うん、いつも通り YouTube を垂れ流してみました。こんな感じになっております。3時間経過で84%になりました。あのね、同価格帯の他の機種と比べると、まあ、平均ぐらいかなっていう感じで。普通ぐらいそうだね。でアコースセンスシリーズとかと比べると、ちょっと持ちは悪いのかなって僕は思いました。<ー>はい、え一日じっくり 使ってみるとこんな感じです やっぱりねちょっと、あのー、アコースセンスシリーズがやっぱり異常にバッテリー持ちがいいっていうところもあって若干アコースウィッシュについては物足りないかなって思います1日使えそうはいあの1日については多分大丈夫だと思います23、うんはい、日使えるかっていうところがちょっと不安なのかなっていうところなのでライトユーザーの方であればおそらく1日はまあ大丈夫かなって思いますエントリークラスながらあのミドルレンジのちょっといいところまで性能を上げてるので、まあ、その分省電力性がちょっと劣るの かなっていうところとバッテリー容量が 3730mAh とちょっと少ないんですよねああなるほどねそうなのでそのあたりも影響してバッテリー持ちはあのセンスシリードにもちょっと悪いのかなって思いました、うん、ただあの使っていてあの異常な発熱とかっていうのは全然なかったですすごく安定してたのでまあ、発熱はあんまり気にしなくていいってところは魅力かなって思いました それでは最後、価格をチェックしていきます。はい、はいえー、価格なんですけれども、はい、au 版、UQ モバイル版が2万6180円税込み、y モバイル版が3万 16, 1680円税込み、うんうん、一応この,あの3キャリアで今、販売はされていてあの、法人向けにソフトバンク版が一応出てるんですけど、あの価格とかがちょっと分からなかったので、記載はしておりません、はいはい。で、えーまあ、価格見ていただけると、まあ、au、UQ モバイル版については3万円余裕で切っておりますので、うん、買いやすいね。買いいやすいし まこれぐらいのまとまった性能であればま十分いい一台なんじゃないかなって思いました。えちなみにあの各社ね割引キャンペーンやっておりますのでうまく割引キャンペーンを合わせると本当かなり安く買えるので<ー>ぜひねそういったお得なキャンペーンを組み合わせて購入していってみてください。はい。 それではここまでアコースウィッシュをレビューしてきました。使って感じた良いところ悪いところはこんな感じです。まあ全体的にね、まあそもそも価格が26000円っていうところで、だね、まああのね、まあごちゃごちゃ言ってもまあ安いのでいいんじゃないかなって思うんですけど、どこが良かったかっていうのはやっぱりあのカメラ。カメラね。はい。あの意に予想外に良かった。<laughs> はいあ。もちろんね、あのミドルレンジ以上とかそういうのじゃないんだけど、シャープのエントリーモデルとしては、まあ、かなりカメラ的いいんじゃないかなって思います。あはい。あの特に 暗証はちょっとびっくりしました確かに意外と取れてます <laughs> であとあのデザインねすごくあの個人的には気に入ってます素朴で、まあ、馴染みやすいデザインまあスの坪さんはあのなんかいまいちな感じだったのでまあこれは好みかなって思います <laughs>、はいはい、惜しいところとしては動作が気持ちもっさりしてるかなっていうところスナップドラゴン 4805G を搭載している機種の中では、まあ、気持ちもっさりしてる部類になるのかなって思いましたししっかかりタッチして反応、うん、確かめたい人も 向けな気もしますねまあ、この辺りはねぜひ自分の目で自分の感覚で触れてみるのがいいのかなって思いますはいぜひねチェックしてみてくださいより詳しいレビュー記事は動画があるにリンク載せておきますぜひそちらからチェックしてみてくださいもしこの動画がよろしければグッドボタンいいねもよろしくお願いしますブログツイッターもやってますフォローお待ちしておりますチャンネル登録もぜひよろしくお願いします,しします最後までご視聴いただき誠に,誠にありがとうございました